まずはスターティングメンバーです。先行の花咲徳栄は前の試合と下位打線のオーダーを入れ替えました。先発は初戦抑えて登板した小暮です。高校の上層学院、6番以降は初のスタメン入りです。マウンドは1年生ピッチャー藤枝に託します。先行を取った花咲徳栄は初回、先頭バッターの野沢がライト前ヒット。続く松本のバントを上層学院先発ピッチャー藤枝がセカンドへ悪送球。ノーアウト二塁一塁。この後バントで送ってワンアウト三塁二塁となります。この場面でバッターは4番若月。打球はライトへの犠牲フライ。早くも1点を先制します。一方上層学院もその裏、フォアボールのランナーを送ってワンアウト2塁。ここでバッターは3番高島。センター前ヒットで三塁一塁とチャンスが広がります。続く4番内田はサードゴロ。この間に三塁ランナーがホームイン、同点とします。続く2回花咲徳栄の攻撃、ワンアウト一塁からバントで送って得点圏へランナーを進めます。ここで9番森がセンター前タイムリー。1点を返し2対1、再び花咲徳栄がリードします。さらにフォアボールとヒットで満塁。ここで今大会当たっている3番楠本はセンター前に弾き返しランナー2人がホームイン、4対1となります。さらに花咲徳栄は5回表、この回先頭の4番若月がセンター前ヒットで出塁。続く5番古川は送りバント。これが相手のエラーを誘い1塁2塁となります。さらにバントで送ってワンアウト3塁2塁。ここで7番多田はスクイズ。サードがバックホームしましたがセーフで1点追加。さらに1塁3塁から上層学院のバッテリーエラーで1点追加。花咲徳栄は6対1とリードを広げます。5点を追う上層学院は終盤の8回裏ようやく反撃に出ます。3番高島はバントヒットで出塁。続く4番内田がライト線へのツーベース。三塁二塁とチャンスが広がります。ここで5番進藤もライト前ヒット。クリーンアップの3連打で1点を返し6対2。なおも盗塁で3塁2塁としバッターは6番池澤。セカンドゴロの間にさらに1点追加。6対3と追い上げます。上層学院は3点差で迎えた9回、ワンアウトから1番吉澤が左中間へのツーベースヒット。続くバッターは2番吉成。ライト前ヒットで2塁ランナーがホームイン。2点差に詰め寄ります。しかし後続が倒れ試合終了。花咲徳栄が6対4で3年ぶり2回目の決勝進出です。
初回まだ緊張してたんですけど、やっぱバッター陣がうまく打ってくれたんで緊張もほぐれて投げれました。一番がいいピッチャーなんで、やっぱその分自分もやっぱ違うところで持ち味を出していかなくちゃいけないなと思ってるんで、そこら辺はいいかなと思ってます。ボールがしっかり見えてて、でタイミングと打つポイントがしっかりとできているので調子がいいと思います。明日はチーム全員で絶対勝ちたいと思います。残念です。最後、追い上げはしたんですけど、それが序盤の点が響いちゃったと思います。浦和学院は過去2試合と同じスタメン、キャッチャーとファーストのポジションを入れ替えました。一方の宇都宮商業も過去2試合と同じスタメン、浦和学院も読み切れなかったという先発ピッチャーに注目です。2回裏の浦和学院は宇都宮商業先発の小材を捉えます。この回先頭の5番木暮がレフトオーバーのツーベースヒット、さらに送りバントとフォアボールで一塁三塁と先制のチャンス。ここで8番小島レフト前にタイムリー、浦和学院まず1点を先制します。その後バントで送ってなおもツーアウト三塁二塁のチャンスにバッターは1番竹村、ライト前にタイムリーヒット、2者生還、3対0とします。浦和学院は続く3回裏、宇都宮商業の2人目飯岡からこの回先頭4番高田センター前ヒットで出塁、続く木暮のバントをファーストが後逸、その後さらにバントでワンアウト二塁三塁とチャンスを広げます。ここで7番西川センターオーバーのツーベースで2者生還、浦和学院は5対0と試合の主導権を握ります。ここまで浦和学院小島の前にノーヒットの宇都宮商業は6回フォアボールのランナーをバント2つで送り、ツーアウトランナー三塁としてバッターは3番の五十嵐、打球はレフト前へ。この試合小島からの初ヒットがタイムリーとなり5対1。さらに4番新井がライト線へツーベース、これで二塁三塁。ここで浦和学院は今大会2試合完投した小島から伊藤に変えます。バッターは5番の飯岡、ライト前ヒットで2者生還し5対3、2点差に詰め寄ります。しかし浦和学院はその裏すぐに反撃に出ます。1番竹村が右中間へのスリーベースヒット、ワンアウト後3番山根当たりはレフトへのツーベースとなって1点返し6対3。このあとエラーなどでさらに三塁二塁のチャンスが続きます。ここで7番斉藤しぶとくレフト前へタイムリー、さらに1点を追加し7対3とします。なんとか追いつきたい宇都宮商業は8回表先頭バッターがフォアボールで出塁、ここで浦和学院は3人目ピッチャー渡辺をマウンドへ。しかし3番五十嵐はレフト前ヒット、4番新井はデッドボールでノーアウト満塁、ここで浦和学院はピッチャー4人目枠元にスイッチ。宇都宮商業この絶好のチャンスに5番飯岡空振りの三振、続く6番小材はショートゴロ、6、4、3のダブルプレー、
満塁を生かすことができません。試合はこのまま9回へ。4点を追う宇都宮商業の攻撃も2アウト。代打森田見逃しの三振。7対3で浦和学院が勝ち、3年連続の決勝戦進出、大会3連覇を狙います。今日は試合前、監督からどんな指示が出たんでしょうか。そうですね、もう目の前全力、できることをしっかりやれと、決勝戦で借りを返すためにも絶対に勝つと、そういうことを言いました。改めて意気込みをお願いします。はい、県大会で屈辱的大敗をしているので、何としても連覇もかかっている中、借りを返すためにとにかく目の前ぶつかっていきたいと思います。本当に甲子園で勝つ野球っていうのを、見せてもらいました。試合が始まる前は今日どんな試合にしようと思って臨みましたか。相手が強いんで、食ってやろうって気持ちで行きました。グラウンド整備の後から急にチームの雰囲気が変わったなと思うんですが、金子先生に、これからもしっかり打っていこうって言われたんで、あそこで雰囲気は変わったと思います。さあ、春に向けてどんなチーム作っていきたいでしょうか。もっとバッティング、もう全体的にもうレベルを、もう全国のレベルにしていきたいです。